個人的に好きだったのは、マキの人でございます。ほら、ほら一歩リード一歩リードすごい良かったです。そうですか。どういうところなんか。やっぱりな、キャラ。キャラだ。あのキャラが結構ツボでしたね。キャラツボだったそうです。サマーズが好きって言ってたの。マキの捨てることになっちゃった。もっと言ったでしょうよ。いや、まあ、スーパーで、ね、ちゃんとしたことって別にマキの捨てことはちゃんとしてないみたいに言わない。マキの捨ててこに何言うんですか。うちの捨ててこに。お前の捨ててくださって。まあでもね、味くりの中でいろいろね、コンビもいて、男、男女のコンビもいて、女性も、あ、女性が多かったですね、よく見たら。そうですね。ね、最後、僕今それでずっと言ってましたけど、たぬきご飯、女性の方は完全に宮古町長で。いいですよね。全ては預けられる。ボケだった、ね、ボケの目線見ると全てを預けられるツッコミです。あれは宮古町長、完全なる褒め言葉ですよこれ。そうです、宮古町長わかんない、ちょっと存じ上げないです。あ、そうか、ね、上沼恵美子とかそこわかんない、わからないか、えそっか、わかんない、そう鈴木夏とか歌詞が違います。歌詞が急に違います。おばさんを全部並べたんだけど、わかる人はわかる、おばさんを並べたんだけど、芸人さん今並べた、はい、宮古町長さんという人はあのバーズバイトとかこうやってた、おー重鎮、吉本を作った人、あーで、上沼恵美子さんは今あの料理作ってるんです、コメンテーターだ、メガネの、あ、違う、違うの、お昼に料理番組で、関西方面、関西ではもう、あ、鈴木夏さんの人は下っ腹が出てきます。今日見たばっかり、今日見たばっかり、今日いや、もう本当に今いない、今日出ないんですけど、あ、そうなんですか、今日出ない方は、まあ、チェックする、はい、わかりました。じゃあもうどんどん行きましょうか、はい、まだまだ楽しみがね、今現在牧野先生子さん1個にいる、まあ他の方が別に交代してるわけではないです、はい、じゃあ9組目から発表またお願いします、はい、順番を、はい、9番です、はい、小石田純一さん、小石田純一さん、はい、これうちの事務所の後輩です、あ、そうなんですか、そうです、チェックします、はい、じゃあ10番メイプル彫刻機さん、はい、はい、11番今日のランチさん、12番日吉仲良しさん、おい、日吉、はい、13番パンダユナイテッドさん、パンダ14番くちたま80です、18、18、18、くちたま18さん、はい、15番 S かける L SL さん、SL さんです、SL さんです、16番ロックマン、ロックマン、じゃあ一気に行きましょうか、行きましょうか、はい、ここはなんか元鍋米みたいなブログで、ね、ほとんどそうなんですね、どうやね、行きましょうか、行きましょうか、はい、石田純一から